ジャンピエールリュック・ダルデンヌは、ダルデンヌ兄弟として知られる、兄のジャンピエール・ダルデンヌと弟のリュック・ダルデンヌの二人の兄弟からなるベルギーの映画監督。1951年4月21日に、兄のジャンピエールが、1954年3月10日に、弟のリュックが、リエージュ近郊で生まれた。ジャンピエールは、 舞台演出家を志して、ブリュッセルへ移り、兄弟は、同地で出会ったあるンガティに影響を受けた。その後、原発で働いた資金で機材を購入。1974年以降、都市計画などの社会問題を映したドキュメンタリーを制作した。1978年、初監督作品となった、ドキュメンタリー、レチャントジュローシニオールを発表。 その後も様々なテーマでドキュメンタリーを制作した。1987年、ルネカリスキーの戯曲をもとにした初の長編劇映画、フォルスチを発表。2作目の、ジュペンセ・アブーは制作サイドの圧力により満足、できる完成度に至らなかった。1996年、束縛されない環境で制作した3作目の、イゴールの約束を発表。 第49回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品されるなど世界的な注目を集めた。1999年ロゼッタで第52回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。主演の新人エミリー・ドゥ・ケンヌにも同映画祭女優賞をもたらした。2002年の息子の眼差しでは常連俳優のオリビエグルメを 初めて主演で起用し、第55回カンヌ国際映画祭の男優賞をもたらした。2005年、ある子供でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。同賞を2度受賞した5組目の監督となった。さらに2008年のロルナの祈りは、第61回カンヌ国際映画祭で、脚本賞、2011年の少年と自転車は、 第64回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞、映画祭史上初の5作品連続の主要部門受賞を達成した。2014年、マリオン・コティアールを起用したサンドラの週末が第67回カンヌ国際映画祭に出品されたが、自信初の無冠に終わった。しかし、主演のマリオン・コティアールの演技は絶賛され、 第49回全米映画批評価協会賞の主演女優賞や第80回ニューヨーク映画批評価協会賞の主演女優賞などの映画賞を多数受賞し第87回アカデミー賞では主演女優賞にノミネートされた。2019年その手に触れるまでで第72回カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞した。ありがとうございます。